BE:FIRST 竜平屋の大物アーティストとコラボ決定。今まで明かさなかった音楽観について本音を漏らす。こんにちは、スコープ芸能です。7人組ダンス&ボーカルグループ BE:FIRST のジュノンさんとリョウキさんが27日グループでナビゲーターを務める番組 Amazon Music ミリオンビリオンに出演し、リョウキさんが2024年度前期連続テレビ小説虎に翼出演への意気込みを語りました。この日ジュノンさんから、リョウキさんが出演するのでみんな見てくださいと、虎に翼に出演することが決定したことを紹介されたリョウキさん。主人公でヒロインの猪爪智子役を演じている伊藤さんの弟の役直明を演じさせていただきますと自身の役柄について説明しました。しかし僕一人っ子なんですよ。 BE:FIRST って冷静に考えたら俺以外全員兄弟持ちなんだよねと、早速不安もあるようで、ジュノンさんからの弟さんの気持ちって結構難しいでしょうという言葉に大きくうなずいていました。一方で弟役を演じることに不安があるものの、お姉ちゃんいそうってよく言われるとも話していたリョウキさん。ジュノンさんも同じことをリョウキさんに言ったことがあるそうで、お姉ちゃんいそうなタイプの顔をしているのが理由なのだそうです。それゆえたとえ一人っ子でも気張らずそのままでいいんじゃないとジュノンさんが声をかけると、リョウキさんもそうそうと理解している様子。僕を押していただいた側も僕のその内面を知ってくれて役にぴったりだって言ってくださったんで、そこの期待を裏切らないように演じたいなと思っていますと改めて役への意気込みを語っていました。また同じ番組に出演していた BE:FIRST の竜平さんは4人組ロックバンドクリープハイプの尾崎世界観さんと語る中で、やってみたいアルバイトを明かす場面がありました。2023年に行われた九州の夏フェスナンバーショット2023に出演した BE:FIRST とクリープハイプ、他のバンドさんと出会って情報交換するのってあんまりないかなという尾崎さんの言葉に、竜平さんは僕が挨拶しに行ったのとかってすごい新鮮だったのかなと質問しました。するとバンド同士ではあまり楽屋挨拶の習慣がないことから、竜平さんの言う通り BE:FIRST からの楽屋挨拶は新鮮だったのだそうです。来てもらって嬉しかったと口にする尾崎さんに、今この状況がありがたいですと竜平さんも喜びを伝えていました。また尾崎さんは BE:FIRST について、高校生がいるのかってことにまず衝撃だったと、高校生である竜平さんがメンバーにいることにかなり驚いたとも告白しています。そこからアルバイトの話となった2人でしたが、尾崎さんは思い出したようにバイトしたことないんだもんねと口にしました。竜平さんはしてみたいですと元気よく返答すると、何でもやります、コンビニでもファミレスでも何でもやりたいです、居酒屋とかもやりたいですとアルバイトを体験してみたいと熱弁。理想のファミレス店員はハンバーグとライスを持っていく、オーダーも取ってみたい、あの携帯みたいなものの中に何が入ってるかめっちゃ知りたいと次々と口にし、居酒屋の店員さんの仕事ぶりにも興味津々の様子でした。アルバイトへの熱意を切々と尾崎さんに訴え、その高校生らしい初々しさで改めて尾崎さんを和ませていたようです。 BE:FIRST のラジオ番組 Amazon Music ミリオンビリオン番組内の月替わりコーナーでは、メンバーが今気になる音楽やカルチャーを深掘りしており、それぞれ感性を磨き続けています。そんな同コーナーの1月担当はグループ最年少メンバーの竜平さんで、尊敬するアーティストであるクリープハイプ尾崎さんを迎えて対談を行っていました。そのやり取りからは竜平さんの音楽に対する貪欲さが垣間見えました。というのも竜平さんは大先輩となる尾崎さんと積極的に意見交換をしているのです。1月6日放送回では、まず竜平さんが特に好きなクリープハイプの楽曲を3曲列挙しました。一生のお願い、危険な遊び、身も蓋もない水槽をあげ、1曲ずつ自分がいいと思うポイントを話していました。以前、BE:FIRST 公式 YouTube チャンネルにアップされた、
リュウヘイのコーヒー研修内でもバリスタに対して自分の感じたことを伝えていたことがありましたが、今回もしっかりと感情を言語化していたのがリュウヘイさんらしいですね。尾崎さんもそれに対してソングライターとしての意図を丁寧に語っていたこともあって、この対談を経てリュウヘイさんの音楽性はさらに高まっていったのではないでしょうか。また歌に対する視座も高かったリュウヘイさん、1月13日放送回では、書いてからレコーディングじゃないですか、自分が書いた歌詞をレコーディングするときにその気持ちを起こすのって難しいのかなって、と尾崎さんがレコーディングにどんな気持ちで臨んでいるのかを質問。尾崎さんは気持ちは入れてない、ライブでもそう、曲を作ってるときに 100% できているから、歌に気持ちを乗せようとすると押し付けがましくなる気がして、とらしい持論を展開しており、リュウヘイさんは同意したり驚いたりと熱心に話を聞いていました。アーティスト同士がゆえ共通言語も多く、より深いところまで気づきがあったのではないでしょうか。そして歌という自身にも活かせるポイントに絞った問いかけをしていたことで、彼の歌に対する意欲を感じることができた瞬間でもありました。さらに1月20日放送回には尾崎さんのプライベートについても質問。音楽以外の一番の趣味やどんな高校生だったかなどを聞いていましたが、どれも形式的に質問しているのではないことがしっかりと伝わってきました。というのも、決められた質問を読み上げるのではなく、リュウヘイさんの場合は尾崎さんの回答をしっかり受けて質問を発展させています。相手の話に高い興味があり、心から会話を楽しんでいるからこそできることだと思います。ラジオコンテンツなので表情を見ることはできませんが、生き生きと会話を楽しんでいることが手に取るようにわかる声色でした。先輩アーティストに対しても臆さずに接し、吸収しようとする姿勢を見せていたリュウヘイさん。現時点でも彼の高いスキルは評価されていますが、こうした好奇心旺盛な部分があることでさらに成長していくかもしれません。良い意味での貪欲さを持って、まだまだ進化していく姿をファンに見せてほしいですね。これからの活躍に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。